どうも、キースでございます。おいしい。こうの。でかおくな！マジでけえな！というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズです。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでいます。よろしくお願いします。うわぁ、ミスター関。いやぁ、ミスター関。CSIS、本部、ムードメーカーだ。いらねえだろ。今回の都市伝説は、アメリカのシンクタンクであり、イエズス会神父が創設し、日本を裏から操るとされる CSIS。恐ろしいメッセージを発表したというわけでですね、今回その CSIS のレポートについて触れていきたいと思います。今年1月、アメリカはワシントン DC に拠点を置くシンクタンク CSIS 戦略国際問題研究所が The First Battle of the Next War というレポートを公開したのね。日本語でこのタイトルは次の大戦の最初の戦いという意味になり、そのサブタイトルは War Gaming a Chinese Invasion of Taiwan、 つまり次の大戦は台湾有事から始まるということを示唆しているんです。パイタン有事ですか？パイタンマンだ。これは都市伝説や陰謀論ではなく、世界で最も権威があり信用される機関が発表したレポートなの。っていうことはね、これ初戦が台湾有事ってことで、つまりロシア・ウクライナの戦争ってのは含まれないってこと。あ、そうなんになるんじゃないかなってね、勝手に思ってるんだよね。評論家か。そしてこのレポートには、中国による台湾有事を想定し3350万回以上シミュレーションした結果をもとに24通りのシナリオが記されているのよ。結論から言うと、中国による台湾侵攻は失敗に終わるというシナリオが最も可能性の高い結果であるということが想定されたのね。しかし最も恐ろしいのが、この台湾有事に日本は確実に巻き込まれるということ。その理由というのが、台湾侵攻を阻止するための条件として、アメリカは日本国内の基地を使用できるようにしなければならないということがこのレポートに記されているからなのよ。むしろ台湾防衛のための要となるのが日本であり、在日米軍基地の使用なしにはアメリカの参戦は不可能なのよ。日本の米軍基地は台湾から近い距離に位置しており、グローバルファイアパワーが発表した2023年版の世界軍事力ランキングでは、日本は順位を落としたものの8位にランクインしてるのよ。俺6位国かよ。さらに日本政府は2023年から2027年度の5年間で防衛費を大幅に増額することを計画しているのよ。このレポートでもね、台湾有事が懸念されてるのが、そしてアメリカが日本の協力を得るために外交や軍事関係をより深める必要があり、今後アメリカが突然日本に対してこれまで以上に友好的な態度を示したり、より強固な関係になった時がその合図かもしれない。その結果、台湾の防衛に成功する可能性が高いけども、アメリカ、日本、台湾に甚大な被害がもたらされることがシミュレーションによる結果で分かってるのね。そして24通りのシミュレーションのうち19回中国が在日米軍基地を攻撃する結果が出てるのよ。発射！キム・ジョンウン。そうなると、在日米軍だけでなく自衛隊が戦闘に参加するということもこのレポートには書かれており、日本がアメリカに基地の使用を許可すれば、中国は確実に日本に対して攻撃してくるのね。一応日本はアメリカに在日米軍基地を使わせないということも可能であるけども、これは日米同盟の解消を意味してる。あのスノーデンの映画で日米同盟が解消されたら日本の電気全部止まるっていう描写があったね。あれオリバーストーン監督よ。怖くなってきた。そしてこの CSIS のレポートは中国も把握しており、台湾侵攻は中国にとってもリスクが大きいというのは分かっているはずなので、さらに失敗すれば中国共産党による一党独裁が崩壊することもこのシミュレーションでは示唆されてるんだよ。しかしアメリカは最大の脅威である中国を潰すために台湾有事を絶対に起こさなくてはならない。そのためアメリカは台湾有事にも必要不可欠なピースである日本と台湾に対し圧力をかけ、戦争を誘発させるだろうと考えられるのよ。ロシアによるウクライナ侵攻はどう始まったのかを思い出してほしいよね。俺のせいだって言って。ジョージソロさん。